フォーゼゴーストアイコン来たー。だしまどうちゃん、だしま動画チャンネルゆかです。ゆうきです。今日は食玩ゴーストアイコン5、フォーゼゴーストアイコンでーす。これね、ダムネもついてるよ。そうね。今回のラインナップはフーディーニゴーストアイコンとグリムゴーストアイコンとダブルゴーストアイコンとこのフォーゼゴーストアイコンの全4種になります。まあね、前回のガイムゴーストアイコンの時みたいにね、買えなかったっていうね、あの悲しいことは今回はなくなりました。フォーゼ難民にはなりませんでしたのね、よかったよかったと。ちなみにフォーゼはスペクターが変身するのかな。ね、スペクターですね、これね。そんなフォーゼゴーストアイコン開けていきましょう。はい。おー、来たー。はい、来た、うん、こちらがフォーゼゴーストアイコンです、うん、はい、周りはですねフォーゼのカラーになっております。この白ね、うん、綺麗な白ですね。はい、はい、そして上はこんな感じになっております。はい、じゃあ中はね、目玉はフォーゼのね目の色になっております。ナンバリング、顔、必殺技、はい、こんな感じになっております。目玉レンティアとかと比べるとここが同じです。そうだね、うん、あのね、弁慶の白に近いかな。弁慶の白に近い感じもするし、あのこの三蔵のガシャポン版の色にも近いような感じもするし、ちょうど中間あたりじゃない？うん、まあ三蔵と弁慶の白とはまた違った白ですね。はい、じゃあこちらのドライバーに入れてみたいと思います。変身。あれ？どうすんの？なんで？なんだろうな。コットだね。うん。おお、いいね、かなとくん、うん、スイッチ押した、宇宙来たはい、そんなわけで今日は食玩ゴーストアイコン5、フォーゼゴーストアイコンを紹介しました。レジェンドゴーストアイコンもね4つになりまして、はい、はい、次は何が出るのかな。ウィザードかな、ドライブかな、楽しみだね。うん、うん、ドライブとウィザードかね。うん、そうだね、うん、まあ次出るのがね楽しみですね、またね。はい、はい、そんな感じで今日はこの辺でバイバイ。バイバイ。